よっしゃ。よいしょ。指挟んで。それで。エブリィに、エコテックのルーフテントをついに、取り付けました。このエコテックルーフキャンパーというね、メーカーさんなんですけれども、東京都足立区に店舗を構えるメーカーで、なんといってもですね、他のルーフテントメーカーに比べると価格がね、結構安いんですよね。で、まあその理由なんですけど、社長がお一人で設計から部材の選定、梱包や発送まで行っていて、中間コストをかけずに製品を製作できているっていうのと、まあレジャーではなくね、防災をテーマとしていて、必要最低限の装備にとどめているっていうところで、ルーフトップテントの中では比較的リーズナブルな価格で展開しているんですが、どの商品も定価30万円以内で、揃えてるんですよね。で、自分が購入したシェル型の T9 っていうね、テントについては定価が25万円で、税込みで27万5千円でした。自分は、北海道在住なので、性能運輸の支店止めで送ってもらって、送料を入れるとだいたい31万円ぐらいだったんですけれども、まあ、関東近郊在住の方とかで店舗までテントを取りに行ける方なら、取り付けも無料で行ってくれるということで、まあ、別途工賃とかねかからず、純粋にテントの定価プラス、消費税という形で購入できるようです。こちらのエコテックは日本規格中国製造で、まあ、発送前にですね、商品に不備がないかわざわざ社長さんが段ボールを開けて一点一点検品して再梱包してから発送してくれたりと、今回購入してみて信頼のおけるメーカーさんだなと感じました。ですが、まあ、お一人で作業になっているので、注文から納品まではやや時間がかかるかなという印象で、まあ、自分の場合は注文してからだいたい発送まで10日弱かかりました。こちらのテントの特徴なんですけれども、まあ、アルミのハードケース、ハードカバーで、まあ、武骨でね、重厚感のある印象なんですが、厚さは8ミリのアルミのハニカム構造を採用していて、まあ、軽量で丈夫というのが特徴です。見た目の割にね、結構軽量なんですよね。ハードケースタイプは3種類あって、テント型の T8、 自分が購入したシェル型の T9、大きく開く4名就寝のテント型の TX があって、アルミのハードケースのサイズは、全て同じで 222cm×135cm で、厚みが 25cm、重さは T8 が 57kg、 T9 は 58kg、 TX は 68kg とカタログでは記載されております。まあ、その他に軽量なソフトカバータイプが2種類あります。ハードケースタイプは上にこのようにレールがついていて、トランクカーゴなどを積載することができます。また今ちょっとね、雨粒がついてて見えにくいですけれども、表面には滑りにくい加工がされています。テントの上に乗ることができて、ルーフデッキのようなですね、使い方もできます。まあ、キャリアの耐荷重にもよるんですが、大人4人が乗っても耐えうる強度があるそうです。まあ、わざわざテントを開かなくても、まあ、デッキの上から良い景色を眺めたりですとか、まあ、この上から花火大会などを見てもいいんじゃないかなと思います。バックルは左右に2箇所ずつの、合計4箇所ありまして、まあ、自分のエブリィはこのキャリアまでの高さがだいたい2メーター弱ぐらいなんですけど、172センチの自分が、まあ、手を伸ばせば踏み台等を使わなくても、こちら開けることができます。またこういったですね、ヒンジもかなり武骨でかっこいいデザインとなっています。表面はブラックの
ちょっとこうザラザラしたシッピング塗装のような塗装が施されています。またハードケースにはここですね、ゴムのモールがついていて、雨水などが入り込まないような設計になっています。はしごを固定する金具は、このように一箇所ついておりまして、このバックドア側につけることもできるんですけど、自分はバックドアを開いて物を取り出したりっていうのが、あった時に邪魔にならないかなと思って、横につけることにしました。助手席側につけました。基本的にはバックドア側も運転席側もどこでもつけられます。まあ、このようにね、レールみたいなのが側面についていて、まあ、そこに金具を取り付けるので、まあ、無段階でどこにでも付けられるような設計になっています。このテントの自分がすごくいいなと感じた点なんですけど、このテントの底がですね、ラダー状になっていて、まあ、スノコのような形状になっているんですよね。で、これ今触ってるのは、内側のテントなんですけど、まあ、ここがむき出しのような形状になっています。で、多くのメーカーさんはここもアルミで蓋をしてしまうんですが、まあ、そうするとね、どうしても中の湿気がこもりやすくなったり、またこういったところからね、どうしても雨水が浸入してしまって、結果テントの底がカビてしまうということがあるそうなんですよね。ですがエコテックさんはここスノコ状、ラダー状になっているので、水ですとか湿気っていうのは全部下に流れるような形状になっています。じゃあね、この底から雨水がテントにね、染み入ってしまうんじゃないかっていう懸念もあるかと思うんですが、テント自体の耐水圧がかなり取れているので、まあ、雪や雨水が、入り込むような心配はありません。はしごはですね、このような金具でロック可能で、まあ、落下ですとか盗難も防止できるような仕組みになっています。はしごもブラックなのがすごくね、かっこいいなと思います。テント自体はね、ダンパーがついているので、軽くこのレール部分を上に持ち上げると軽い力で開きます。テント収納の時にしまいやすくするような、このテントが外側にね、膨らむのを防止するゴムがついているんですが、このゴムは、このようにフレームの外側に引っ掛けることができます。反対側も同様にこのようにフレームの外側に引っ掛けます。まあ、テント自体はね、中に水が入り込まないように、しっかりとファスナーは全部閉めた状態で収納しなければいけないので、まあ、ここを開けてから入るような格好になります。このような靴の収納袋が、付属しまして、まあ、自分は靴のサイズ 26.5cm なんですけど、まあ、それであれば余裕で入るくらいの袋がつきます。靴の収納袋ですが、ここに引っ掛けることができます。まあ、2個あるので、2人就寝の場合は1足ずつ、まあ、ソロの場合はね、こっちに靴入れて、こっちになんかね、小物とか入れてもいいかなと思います。このようなですね、テンションロッドが2本付属されておりまして、ここにある溝に引っ掛けて、キャノピーを開くような格好になります。ここに溝が切ってあるんですけど、そのままね、テンションロッドをまっすぐ入れちゃうと、この溝からテンションロッドが落ちてしまうんですよね。なので、斜めに、テンションロッドを差し込まないといけないので、最初は少しコツがいるかもしれません。テンションロッドの先端にこのようなね、ゴムのカバーがついてるんですけど、これね、かなり取れやすいので、まあ、ボンド付けとかね、した方がいいんじゃないかなと思います。このように、キャノピーを
設置できるので、まあ、日差しの強い日ですとか、ここで、日光を遮ってくれたりですとか、あとまあバックドアから側から出入りする方はですね、まあ、雨とかも侵入を防ぎながらテントの中に出入りすることができるということになります。こちらのですねテントの素材ですけれども、ポリオックスフォードの30デニールというねかなり厚地のものを使っています。防水難燃性 PVC コーティングっていうのがされていて、4000ミリの耐水圧があるそうです。多くのメーカーはだいたい2000ミリぐらいなんですけど、こちら4000ミリを採用しています。まあ、どれくらいかというと、1時間に80ミリぐらい降るような、まあ、災害レベルの大雨であっても中に浸水することはなかったということです。まあ、自分が所有しているコールマンのテントよりもかなり厚地だなという印象があります。表面はサラサラしていて、裏面は、まあ、防水のコーティングがされていて、ちょっとこうしっとりしたような肌触りです。縫い目にはこのようにですね、シームテープ加工が施されています。裁縫もすごく綺麗だなとパッと見た感じ感じますし、シームテープもねしっかり圧着されていて、クオリティは高いなというふうに感じました。仮にこのテントが破れてしまったりっていうような、まあ、アクシデントがあったりしてもですね、まあ、そういったねアフターフォローの際にも国内メーカーというのはね安心なんじゃないかなというふうに思います。ファスナーはですね全てこのようにダブルジップ仕様になっています。ですが、このテントはですねこう下とこのようにですね縦下と縦のこの2箇所が開くような格好になっていて、まあ、ガバッとね大きく開くことはできるんですが、例えばこう下側だけ止めておいて上だけ換気したいみたいなね、あの人の目が気になるので半分だけ閉めて半分だけ開けるっていうような開き方はできないんじゃないかなと思います。網戸はですねこのように3面フルで網戸になるので、かなりね風通しが良くて換気性能はかなり高いんじゃないかなと思います。でまあこのようにですね外側の膜は巻き取って止めておくような金具が3面とも施されているので、外の膜が垂れてくるという心配もありません。マット自体はですねかなり厚手で、だいたい厚さが8センチくらいありますね。でマットは二重構造になっていて、上側が柔らかくて下はかなり硬いコシのある素材になっていて、まあ先ほどね下ラダー構造になっていると言ったんですけど、その硬いマットのおかげで、そういったこうボコボコした感覚っていうのは一切伝わらないような形になっています。でこのマットねかなり寝心地はいいんですけど、シーツなどは付属しません。なのでまあニトリとかでねこうダブルベッドサイズの、シーツカバーを買っていただければいいんじゃないかなと思います。こちらのですねテント内のサイズ自体は2メーター以上確保されているんですが、マットのサイズ自体はだいたい195センチ、縦が195センチで、横は120センチぐらい確保されています。今身長172センチの自分が寝たんですが、頭は拳1個分ぐらいね余裕がある状態なんですが、まあ、このフレームに足が当たるっていうこともなく快適に眠ることができます。横も大人一人は余裕で寝られるぐらいのスペースはありますね。一応推奨はですね大人2人子供1人の3名っていうのが推奨らしいですね。大人2人とかなら余裕だと思います。まあこのようにランタンやなんかを吊り下げるようなフックも何箇所か備わっています。
3箇所ぐらいはつけれるかなと思います。先ほども言ったように防災に、機能をね全振りしているので、例えばここに収納用のネットがあったりですとか、換気用のファンがねついていたりっていうような、そういった、快適装備は必要最低限にとどめていて、まああくまでこの今ご紹介したような内容になります。少しですね膜を締め切ってみて遮光性を検証していきたいと思います。このようにですね下までしっかりとこちら2面はファスナーで蓋をすることができて、こちらの正面ですね、正面に関しては、横はしっかりファスナー止めできるんですが、下ですねここに関してはマジックテープで一箇所止めるような格好になっています。まあこの理由なんですけど、おそらくねこっからこう空気が逃げるので、テントを閉じるときに閉じやすくするような、そういう構造なんじゃないかなというふうに思います。膜を全部閉じてみましたが真っ暗にはならないですね。若干この、膜からですね光の漏れはあるので、完全なる遮光っていう感じではないんですけど、まあお昼寝するぐらいだったら全然いけるかなと思います。まあ第一ねこうキャンプに行くと日中は遊びに行くことが多いと思うので、まあそこは真っ暗じゃなくても、僕自身は気にならないかなという感じですね。で、この膜なんですけど、UPF50 プラスといってですね、かなり強い紫外線予防の、生地になっているようなので、中に紫外線が入り込むということもなくて、まあ暑さとかもね、比較的しのげるんじゃないかなというふうに思います。高さがあるのでね、だいたい僕のエブリィはルーフキャリアまでの高さが2メーターあるので見晴らしはかなりいいですね。そして、地面からのね輻射熱であるとか、また芝の上にテント張ると地面からの熱気とかも伝わってくるかなと思うんですけど、ルーフテントの場合、そういったまあそういった湿気ですとか輻射熱っていうのも防げるので非常に快適なんじゃないかなと思います。ですが、ルーフテント閉じた状態だとね、まあ、常に直射日光に、このハードケースがさらされている状態になります。なので開いた直後はかなりね中熱くなってるんですよね。なのでルーフテントバーッと開けると、まず網戸にしていただいて10分ぐらいそのままにしておくと風が通って涼しくなるので、まあそのような使い方が夏場やなんかはねいいんじゃないかなと思います。自分のエブリィはですね、もともと 35mm のリフトアップをしていて、タイヤは165の 60R15 を装着しています。伊能のキャリアは BU170 というね、比較的低いタイプのものを装着したんですが、まあこの時点でですね、だいたい198とか197ぐらいの高さがありました。そこからさらにですね、まあ25センチ近く、のものを乗せているので、全部でですねだいたい高さが220センチ、2メーター20センチぐらいになりました。このフェンダーの位置の高さなんですけど、
取り付け前は 65.2 センチの高さがあったんですが、テントの揉みで若干下がって今は65センチジャストですね。なのでテントの揉みで2ミリぐらい下がったような格好になりました。ルーフテントをつけたことによる走行性能への、影響ですけれども、走り出しのもたつきっていうのは若干増しますね。でロールもやや強くなるかなという印象があります。まあいい点もありまして、これは軽バン限定の話かもしれないんですが、重量が増すので軽バン特有の突き上げ感っていうのは、軽減されました。自分はこのように前後、強化ショックアブソーバーを取り付けているので、まあそれの効果もあるかもしれません。燃費についてはまだ検証できていないんですが、まあ重さ60キロぐらいなのでそこまで大きく変わりないかなとは思います。ですがまあ走り出しどうしてもねもたつくので、まあそこを、嫌がってですね、アクセル踏みすぎてしまうと当然燃費は悪くなるんじゃないかなと思います。風切り音は時速60キロぐらいで走っている分には全く気になりません。今後高速道路を走った際にも検証していきたいと思います。まあ、テントのガタつきですね、そういったものも一切気になりません。また、雨の日は、ルーフに打ち付ける雨音っていうのが、雨が今度はこうルーフに当たるような格好になるので、まあ、雨音も軽減されました。そして直射日光がルーフに当たることもないので、ルーフから伝わる熱っていうのも軽減されるんじゃないかなと思います。ルーフテントをつけたことで、まあ今までねエブリィの車中泊は2人が限界だったんですけど、まあこれで、家族4人での車中泊旅っていうのが可能になりました。まあ高さ制限以外は今のところ気になるデメリットっていうのは感じてません。今後はワインディングですとか高速道路を走った際に走りの面で気になる点が出るかもしれないので、まあその際はまた動画にしたいと思います。まあ今後もルーフトップテントの動画をアップしていくので、楽しみにしていてください。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。